この調子で頑張ろう。待て、起こしちゃった。モンスター出るようになったから塞いじゃったのかな。そんなところで遊んでたのか。スラム育ちですから。たくましいな。嬉しくない。ここは任せる。
アームで、あのコンテナ掴めない？すごい！クラウド、もしかしてアーム担当だった？あれ見て、どうして意地悪するかな。また腕の見せ所だね。人使いが荒い。私下に行くね。こっちこっち。
ラウド、ゆっくりでお願い。わかった。誰もいないね。まだ新しい。私たちもキャンプしていく？そんな時間はない。それに、おい、見ろよ、泥棒がいるぞ。ああ、人んちを荒らしやがって。こりゃ弁償してもらわねえとな。弁償、弁償、弁償ってなんだ。バーカ、お前は本当に何も知らねえな。弁償ってのはな、その、あれだ。のえ、弁償ってのはその、あれだ。あれ、俺たちは何もしていない。うん、ただ通ろうとしただけ。ああ、信じらんねえな。じゃあどうすればいいの？身ぐるみ全部置いてってもらおうか。身ぐるみ、身ぐるみ、身ぐるみってなんだ。バカ、身ぐるみってのはな、その、あれだ、弁償だ。身ぐるみが弁償か。もうめちゃくちゃ。よっ、ソルジャー辞めたの？いきなりだな。言いたくないならいいけど。ソ
ルジャーの時仲のいい人とかいた？いや、いなかった。そっか。なんだ？お前ら！ちょうどいい。こいつの腕試しだ。なんだ？しまった。いいところ見せなきゃ。しびれる？よし。そっちは大丈夫。俺が出る。またはしごが上に。私下行くね。クラウド、アームの操作お願い。
ちこっち。あれ、7番街スラムへ抜けるゲート閉まってるな。開くのか。ねえ、少し座って話さない？いや、そんな時間は。クラウド、こっち早く。昔ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。そっか。それがどうかしたのか。
ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は？多分知ってる。魔法を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。前見なくちゃね。7番街スラムまでつながってるの。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。それじゃあもう行く？クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ？わかった。はい、よよ。ダメ、ティファが最優先。ティファはその辺りの男よりずっと強い。ボルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所ね。クラウド、大切な人でしょ。助けてあげなくちゃ。
行こう。急いで追いかけよう。いらっしゃい、チョコボかい？そのチョコボ車に乗ってた子、どこ行ったか知らない？ああ、客じゃないなら帰ってくれ。こっちも暇じゃないんでね。俺たちも暇じゃない。なんだ、やんのか？何騒いでやがる。なん？なんだ、見ねえ顔だな。そのチョコボ車に乗ってた子、探してるんだけど。探してどうするつもりだ？もちろん助ける。その子がタイプなんだって。だから。ん？兄ちゃんも好きだね。と言っても結構連れてきたからな。どの子だ？特徴は？特徴？スタイルがいい。スタイルか。もしかしてティファちゃんか？そうだ。ふん、兄ちゃんも打ち抜かれちまった口か。でも残念だったな。あの子は当分出てこれねえよ。どういうことだ？あの子は特別よ。コルネオさんの屋敷に入ってオーディションを受けることになってる。オーディションって？コルネオさんが嫁を選ぶオーディションさ。ティファちゃんはコルネオさんの好みにドンピシャ。長年代理人をやってきた俺が言うんだから間違いないね。だから当分は屋敷から出られないってわけだ。もしかしたら一生出られないかもな。ドン・コルネオの居場所を知らないか？おい、なんだ、やっぱり面倒を起こそうって腹か？起こすなら勝手にやってくれ。俺を巻き込むな。帰れ帰れ。ああ、行っちゃった。とにかく街の中探してみよう。
のには検品しなくていいからな。え、ドンコルネオ宛ての2ですけど。だからだ。よしよし、今日もよく走ったな。お前の足はミッドガル1だよ。きっとゴールドソーサーのチョコボレースでだってトップを狙える。いかなるものも拒まず、あまたの快楽があふれる街、ウォールマーケット。もちろんカップルも大歓迎。一緒に遊ぶもよし、別々に遊ぶもよし、働くもよし。さてさて、お客さんは結構です。クラウド、行こう。ねえ、ワンセットいかが。どう、今の俺には癒しが必要なんだ。甘い蜜のような癒しが。とろとろ。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。バトルレポートのデータ提出をお待ちしています。お値段もなかなか。どこ、トロットロにとろけるハチミツなんだぜ。あまうまいからハチよろしく。ここは俺の特等席さ。戦争の中で孤独を味わうのが好きなんだ。無視すんなよ。マジ素敵なお花ね。とにかく珍しいお花。ママがいるから迷う。最近店の方はどうだ。ああ、入るべきか入らざるべきか。俺ってこんな時文学的になっちゃうんだよな。わかるかこの感じ。おほ、同類かよ。もしかして楽しいことの後は罪悪感やら自己嫌悪でめいっちゃうタイプか。でもそれは一時のことで、すぐにまた。あ、なんだ質問か。ティファを見なかったか。ティファ、愛しいその名を知るあんたは誰だよ。え、てかティファがここにいるのか。なんで、なんでよ。もしかして俺を追ってきたのか。街を出ないでジョニーってよ。こうしちゃいられない。ティファ、ティファ、ティファ。あの人、何？気にするな、知らなくてもいい。私たち観客の一体にならなきゃ。最後のステージ、ときめく。わっ、何？あんたはリーフハウスの。ちょっと、何でも屋さん。この町で人の素性を探るのはご法度ですよ。ここで何をしている。あ、実は私、子供の頃からダンサーになるのが夢で、夜はここで踊ってるんです。子供たちには内緒にしてくださいね。出禁の客も多い。よく見張っておかないと。ハニーガールが目当て。君だってハニーボーイが目当て。ご心配なく。
最高のハニーガールはメリカちゃん一択。これは歴史的事実。毎度保険料の徴収です。いや、危険に備えるって大事ですよね。いやいや、 B 氏はマニアックすぎるから。いやいやいや、 A 氏に言われるのは心外。あなたは、はい、こんなゴージャスでセクシーなショーは。あれ見て、オルネオ、あそこだね。ああ。おい、それ以上近づくな。男に用はない。人を探している。お前、ウォールマーケットは初めてか。だったらなんだ。屋敷は立ち入り禁止だ。特に男はな。はいはい、じゃあ私。女の場合はもっと面倒だ。あ、でもレズリーさん、なかなか可愛いっすよ。なかなか？なかなか程度じゃ難しい。かならない。ここがどういう場所なのか知ってるのか、エアリス。レズリーさん、やっぱり可愛いっすよ。スタイルはともかく。クラウド、私暴れていいかな。いや、代理人から推薦状をもらえ。そうすればオーディションに出られる。代理人って？ウォールマーケットにはコルネオさんの好みを熟知した三人の代理人がいる。まず、チョコボ小屋のサム。そして、テモミヤのマダムマム。最後が、ミツバチの館のアニアン・クーニャンだ。全員一癖も二癖もある連中だ。推薦状はおそらく、簡単じゃない。そっか。でも、うん、わかった。ありがとう。エアリス、本気なのか？他に方法ある？でも話は聞かせてもらったぜ。ティファはコルネオの屋敷にいるんだな。え？でもってコルネオの屋敷に入るには代理人の推薦状が必要ってわけだ。はあ、いいか、ティファを助け出すのは俺だ。よーし、待ってろティファ、今行くからな。話ちゃんと聞かない人だね。ああ、
始めたら止まらない。おいこはチョコ味だよ。おかしいな。よっ、そこのご両人、本日の宿はお決まりですか？お二人にぴったりなお部屋をご用意してますよ。俺のバカ、大バカ野郎。いらない。ん？今ちょっと悩んだ。ご利用の際はお声掛けください。ねえ、早く見てもらおう。まずガイドブックで確認を。いい気になって、危なそうだから面白いんだわ。あんな誘いに乗っちまうなんて。なんだ、またお前らか。何度来ても同じだぞ。帰れ帰れ。違うの、私をコルネオのオーディションに推薦してほしいの。なあ、どうかな。いいぞ。本当？ああ、次があったら